っと、こいつが第6清掃への転移人やね。よし、早速中に入ってみようか。ケビンさん、本当に大丈夫ですか？だからもうピンピンしてますって。時が惜しい。とりあえず先に進みましょう。わかりました。ここはロマール池みたいですね。エルベ周遊道、リベロー家の離宮の近くが再現されてるわけか。連中が用意した以上、何かの仕掛けがあるはずや。まずは行ける範囲を全て調べてみるとしよう。影の王が告げる。これより先は無色の学びや。白き翼を伴い文字盤に手を触れるがいい。これは奴からのメッセージか。しかし白き翼って。ええ、我が末のことでしょう。
様。これは私の影のようなもの。本体は今も庭園にいます。力を取り戻した以上、このくらいの芸当ならなんとか。そうですか。それはそうと、この石碑はもしかして。ええ、影の王が作った領域に通じるゲートのようですね。そして門を通るためには、特定の人物を伴う必要がある。各地に置かれた扉と似たようなルールかもしれません。なるほど。つまり、この先に行くためには私が同行する必要があるのですね。ええ、そのようですね。おそらく他の石碑にも似たようなルールがあるはず。しかし光っていない以上、今はそこに入るしかありません。わかりました。それではご武運を。私は庭園にいるので、何かわからないことがあったら声をかけてください。ケビンさん、私の覚悟はできています。先に進むつもりならいつでもおっしゃってください。了解です。準備が整い次第先に進むことにしましょう。Thank you.
っしゃ、次行こうか。Thank you.
Thank you.